大将はこの中将は同じ右の助なれば常に呼び取りつつ年頃に語らい音どにも申され申させたまいけり人柄も意図よく公の大後ろ身となるべかめる下方なるをなどかはあらんとおぼしながらへなどかはあらんとおぼしながらかの音どの各したまえることをいかがは聞こえ返すべからん去るようあるとこあることにこそと心得たまえる 筋さえあれば任せ聞こえたまえり、ここで話が変わって、あのひげ黒の大将が顔を出してくるわけです。ひげ黒の大将はこの中将は同じ右の助なればこの柏木の中将は同じ右近衛府の中将ですから次官次将ですね、長官が大将そして、中将が助です、その同じ右近衛府の次将で助であるからして常に呼び取りつつ常に何かことがあるというと呼び出しして、つまり自分の一番身近の第一の部下という関係になるわけですから、でこまごまと語らっていて、また音どにも申させたまいけり、父の内大臣にも玉桂への思いのほどを申し述べていらっしゃった。人柄も意図よく公の御後ろ身となるべかめる下方なるをこのひげ黒の大将という人は人柄も大層よくって、それから朝廷においてもやがて大事な第一の後ろ盾となるはずの、そういう下方というのは候補者ということですね。地盤のある人というふうなことを、候補者であるからして候補者である人なんだが、などかはあらんとおぼしながら、内大臣は思いの胸の中でこの大将を自分のうちの婿、つまり玉桂の婿とすることなどかはあらん、何の差し障りはあろうか、何の問題もないというふうにお思いになっていながら、しかしかの音どの隠したまえることをいかがは聞こえ返すべからん、例の源氏の君がこの姫君を自分のそばへ引きつけて外からは取り込めた形でいらっしゃる、そのことをどうして言い返すことがおできになろう、つまり内大臣の心の中ではひげ黒の大将を婿にするってことは決して問題があるわけがない
かえって喜ばしいことのように思っているわけだけれど、しかしその一番邪魔になる、邪魔をしているのは光源氏が自分の屋敷へ引きつけて、なんか囲っているような感じになっているわけですね。それに対して異論を言うことはとてもできそうもないという。で、去る世をあることにこそと心得たまえる筋さえあれば、その源氏と玉勝の間にしかるべきことがあるに違いないと思い当たられる筋さえあるからして、で、世を立てることをしないで成り行きに任せていらっしゃる。やはり源氏の力っていうのは大きいわけですね。内大臣ではどうにもやっぱり歯が立たない